今日は図形の性質の29回目節弦定理の応用編を見ていくよまずは今日のテーマとポイントの確認節弦定理その2応用編ね前回の授業では節弦定理見てきたよねその名の通り接線と弦に関する公式だった図を見よう円があって接線があるわけね そしてこの接点を通るように弦を引くんだするとこんな公式が成り立った接点と弦が作る角度つまり接点と弦が作る角度これはその弦の円周角と等しいその弦の円周角と等しいこの接弦定理を利用したさまざまな問題を今回は解いていこう じゃあ例題一緒に見ていくよ図で円の中心は O そして直線 L は円 O の接線である α を求めようという問題ね。円 O があって直線 L が今接線であるとこちらが円 O への接線であるとき求めたいこの α は何度か見ていくよ。すると見て思うのはこのパターンだよね。 円があって接線がある。内側に三角形があるということはそうだね。雪原定理が使えるパターン、この弦が三角形で隠れているパターンだね。つまり求めたい。アルファに関して見てみると。接線と弦が作る。角度になってるわけだよね。つまり、雪原定理を使って接線と弦が作る。角度はその弦の円周角と等しくなると。 こんな法則が使えたはずじゃあどうしようか 40°α 出てきたけどこっからどうしようかねするとあることに気が付くはず 40°α を含む三角形で考えた時に 40°α とこの角度わかるんじゃないかなそれはヒント、o、を通ってるよね円の中心を通ってるということはこちら。 今から線を引くこちらっていうのは直径だったそして直径に対する円周角っていうのは何度だったのかなこれよく出るパターンだったね直径の円周角は90度だったつまり4 0度 α 9 0度3つの角度を足すと内角のは1 8 0度になるから公式が成り立つ。 つまり α というのは計算して5 0度ということが分かってくるわけねこのように節限定理接線と弦が作る角度はその弦の円周角と等しいこの定理と直径の円周角など組み合わせた問題を解いていくよ続いて練習を見ていくよ。図で PA PB は円をの接線であるアルファを求めようという問題ね図を見よう円があって PA、PB が円に対する接線なわけそしてこの角度アルファを求めるヒントは他に70度これだけだねじゃあどういうふうに考えるのかうん。アルファここ求めたいんだけどこの四角形で考えたときに A の値 B の値値 B 角度ちょっと求めづらそうだよねそうしたらこう考えよう接線があるとそしてその円の内側に三角形があったらうまく今この線しか引かれてないけど AB 別に自分で足してて作ったったいいわけだよねもし三角形があったとしたら節限定理がうまく使えるパターンだったよね。 これで考えていこうそうすると今接線があると下の分かりやすく下の接線 PB で考えてみようか接線 PB があるとそして弦はどこになるかな弦は2種類あるこちらとこちらなんだけどアルファがうまく関わるように弦を取っていこうそうするとこう AB この弦 AB に対する円周角を考えたいからこちら側だよね 接線と弦が作るこの角度というのは、アルファと等しくなるわけ。接線、接線と弦が作る角度は、その円周角と等しくなるわけ。これによって、アルファの位置が、七十度の近くに移動できた。さらに考えよう。ここアルファだったら、他何が言える?。ね、三角形でいうと、七十度アルファと分かってて、ここの角度さえ分かってたらいいよね。 そんな時にもう一つ接線の大事なルールを思い出そう円の外の点から引いた接線2つの接線の長さってどうだっけ等しくなったよ、ね、うん分かりやすくこの黄色の線で表そう。PB と PA というのは接線の長さだからこれ等しい長さになったよね。ということは二等辺三角形なわけだからこちらの角度も アルファとわかるわけ。だったら三角形の内角のは使っちゃえばオッケーだよね。70度とアルファが二つ分を足すと、その角度は三角形の内角のは180度と等しくなるわけ。すると70度移行して2で割ると、アルファの角度というのは55度とわかるわけだよ。まあねこの問題他にもいろんな解き方があるんだけど。 今日は節弦定理を利用して解いてみたよ今日のポイントをおさらいするよ節弦定理その2応用編ね節線と弦に関してはこの公式が成り立った節線とその弦が作る角度というのはその弦に対する円周角と等しい さらに問題のパターンも覚えちゃおう円があって接線があるそして円の内部に三角形がある時これは節限定理がうまく使いやすいパターンだよ。